みな。わ、うん、あ、そうなんだ。なるほどね。ありがとうございます。まさか同時に喋り始めるとは、私は思いませんでした。リョーガです。ねえ、デトロイトビカムヒューマン、今回も続きをやっていきたいと思います。前回はですね、コーナーとマーカスの、話を確かやったのかな。で、コナーが、そう、あのね、何でしたっけ、そのアンドロイドの、こう、創始者でもある、なんとかカムスキーにね、会いに行って、こう、RA9、RA9 聞いてないんだっけ、聞いてねえな、あの、変異体についてね、聞いたときになんか最後に意味深なことを言われたりね、先ほど、挨拶が被りました、この、確かクロエだっけな、っていうね、アンドロイドも、出てきたりしましたね。そして、マーカスは、更新をして、何でしょうね、平和への訴えを、したのですが、最後の方で、何でしょう、あれは特殊部隊なみたいな、方々に、胸をね、撃たれてっていうところで終わりましたけども、その後どうなったのか、そして誰の話で、またねこの先続くのか、早速やっていきたいと思います。やらせてくれよ。それがデトロイトの標語です。うん、それね、結構聞きましたね、標語ですということで、やっていきたいと思います。待って、何、何、本当にこのまま続けますか。え、もしかしたらそのままにしておく方がいいのかも。え、ちょっと待ってください、どういうことですかこれ。どういうことですかこれ。そのままにしといた方がいいのかも。え、なんかこれ続け、何どう続けますか。これ家にしたらどうなるんだろう。ゲームオーバーみたいなこと、もう今までのデータ全部消える的な。そのままにしといた方がいいのかもって何。いやでもこれでハイにしたらなんか、ちょっと試しに家にしてみるこれ。わかんないわかんないけど、そのままにした場合どうなるのかっていう、ちょっと気になりません。ちょっと家にしてみていいですか。本当に続けますが、いや、はい、どうしましょうかね。コンティニュー、以外の選択、ボーナスでも見る。もうこれじゃあちょっと、あ、何ですか。はい、ないならば、あ、これマーティンなんとかじゃない。あ、ほらほら、覚えてきてる。マーティンですよね。はい、わかりました。ちょっともう一回コンティニューしてみます。あ、できるんだ。え、何だったんだ、さっきの。そのままの、良くない未来が待ってる的なことなのかな。今までのこう選択肢的に。いろんな考えができますけどね。何だった、そのままにしといた方がいいっていうの、何、もうゲームすんなみたいなこと。あそこでもうエンディング行った方がよかった、もう。はい、ということで、みたいな。はい。ソフトウェアの異常。コナーだ。アマンダと話す。なんか雪今まで降ってたっけ。なんか雪、なんか変わってません、なんか景色。あ、変わってないか。あ、池が凍ってんのか。なるほどね。あの、いつものやつやりましょう。このあっち、あっちってやつやりましょう、これ。今まで雪降ってましたっけ。なんか四季があるんですかね。わかんないけど。毎回やってんだよね、これ。よくわかんないけどね。そうそう、調べる。はい、わかんないけどさ、なんかあれだよね、マーカスの時さ、なんだっけ、ほら、あ、俺もう一回できない、あの、ノースとさ、なんか話した時になんか接続するみたいなって出た時に、こう手をなんか触れ合って、なんていうの、この肌が白、あのアンドロイド特有のあの白いやつになったっていうのを見ると、あれはなんか接続してるのかも知りませんね。何ですか今のカットは。凍ってるってことかな。アマンダね。アマンダあれだよね。この前写真に出てきたもんね。あの、名前忘れたわ。カムスキー。カムスキーと一緒に写ってた。そのことについてちょっと話したりするんじゃない。今日の出来事っていうのは、更新の話か。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。ああ、なんかロックされてんな。カムスキー。カムスキーなら何か知っているかと。
何か反応を示すのでは。間違いでした。知っていたでしょう。あれ、なんでもあなたは知らないことを選んだ。感情的に冷たく黙る。黙ろう。なん、カムスキー、コナーシリーズってな。アマンダの写真、この場所、この場所気になる。アマンダの写真気になるな。カムスキーの家であなたの写真を見ました。なんかわかんないけど関係性がなんか落ちそう。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに似せたかったので。私のインターフェース、それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなこと。なんか関係性落ちそうじゃないのか。あ、大丈夫なんだ。サイバーレイ、この場所、コナーシリーズってなんだよ。この話自分についてか。この場所気になる。ここはカムスキーがデザイン、彼が設計し以来進化し続けています。進化、なぜそんなこと。どういうことですか。秘密って何。秘密、私に教えていない情報がありますね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。なんだ、アマンド下がっちゃった。するのではなく、サマが下がっちゃったよ。内戦を阻止できるのはあなただけ。何、内戦を阻止。変異体を見つけねば。でも自分がもうね、変異体になっちゃったからね、前回で。おっ、現実に戻ってくるってこと。やっぱりなんか脳内世界というか現実の場所じゃないな、多分あれは。ハンク、分かってくれ。これはもう操作ってレベルじゃない。内戦勃発。おしゃれなネクタイです。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。うん、まったくハンク。操作をね、続けたいと。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。いや、その通りですよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。こんなハンクが熱くなるんですね。変わってきたのかな。だんだんこう、この後操作をし続けていく中で、アンドロイド送り戻す。諦めてくれ。やばい、コナーが返却されるぞ。そういうことだよね、多分。ハンク友情ルート解除なんですか。失礼します。何か言おうとします。そんな、どうも人間じゃないか。ハンクと話す以外にはないかな。ないね。なんか綺麗になってね、机。気のせい。なんかもっと汚くなかったっけ。焦り、時間、内戦、選択肢はない。焦ろ。こんな形で引き下がれない。その通りです。絶対解決できたはずなんです。熱いな。人じゃん、もう本当に。で、サイバーライフに戻るのか。戻りたくないよね。でもそう、選択肢がないってことだよね。それしか。私はシャットダウンされ分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。自由になりたい人っていうのは変異体ですね。人ではない。欠陥品、後悔、間違いはない。後悔するんじゃない。変異体が放棄すれば混沌が訪れるでしょう。どの選択肢にしてもね、回避できたかもしれない。だがもう手遅れ。お前、カモンスキンとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。親みたいな。さってやつだよ。何そのセリフ。変異体ではない。決意、戸惑い、冷たく。戸惑おうか。なんで異常。誠実に友情、いい警官、ハングの秘密。友情気になるな。なんで異常。あなたと組めて本当によかった。何、ちょっと涙が。危ない。いられたなら友人にもなれたでしょう。でももう友情が芽生えてるからね、ハンクからしたら。おっと、こりゃパーキンスのクソ野郎。出やがったこいつ。タグ FBI は仕事が早いね。え、諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。証拠を奪いに来たのか。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください、警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです、必ずそこに答えがあるはずだ。いいか、コナー。事件を解決しなければ私は廃棄されてしまうんです。アンドロイドの方が命令に対してさ、お願
願いします。こうなんだろう、抵抗というかねえしてるっていうのはなんか俺の机に地下室の鍵がある。うわー、熱くなってきたぞ。さっさと行け。地下室の鍵があ る。なんか ルート解除した。ハンクのデスクにある、鍵を持っていくと、残り5分、鍵を手に取って地下に行って、なんだ証拠を どうにかするのかな、わかんないけど、とりあえず鍵を取ろうか。オッケー、カードキー。なんか見てない見てない、なんかなんかほらあいつがで、パーキングがどこ行った。パーキングどこ行った。あの裏、あそこの裏にいるのか、あそこの裏にいるのかな多分。お、何してんの。ちょ、あ、時間を稼いでくれてるんでいいっす。今走って、早くこの間にどこか地下に行くんですね。どこなんですか。何アクティ、あ、どこですか。アーカイブルーム、ここか。アーカイブルームか。早くここが、地下の入り口なのかな。今ね、ワーワーしてる間に、開けると。急げ。嘘でしょ。お前に話しかけてんだよ。どこに行く。おい、なんでいいんだよあんた。答えよ普通に。皮肉控えめに、冷静に。皮肉言ったらなんか戦闘になりそうだ。冷静に行こうか。捜査からは外されました。私の持っている証拠を返却したら帰るつもりです。うん、ここからどいてもらわなきゃ。まず気をつけて帰るよ。おお、何。ここ最近アンドロイドの焼身自殺が多いって話だ。なんやこいつ、なんだ今の。全然かっこよく、なんだクズだ。本当にもうマジ背後に気をつけろよマジでね。あ、でもとりあえず切り抜けられたのかな。怪しまれてはない感じがしたよね。焼身自殺っていうのはでもまあね、本当に焼かれて殺されちゃうっていうことなんでしょうかね。とりあえず切り抜けることができたので、でも皮肉言ったらなんかね、戦いになってた感じがするね。なんですかこれ。データベースにアクセスする、ここなのかな。ちょ、時間が、早く急いで。接続してるね今ね。なんですか、ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。わかんねえよ。あ、パスワード、クソこれ。ハンクらしい。ああ、やったよし、やっぱそうだよ、ハンクはやっぱ知ってるんですよ。やっぱ何ですかこれ。今までの証拠品か、なんかいっぱい見つけたやつだよね。ジェリコの、待って、どっちをつこ。ジェリコを見つける、なるほど。ジェリコの手がかりを見つけるために今までの、その証拠品から、ジェリコのなんかあのね、証拠を見つけます。そのためには、いや、なるほどな、今までのアンドロイドもいるのか。なんであんなボロボロなんですかね。とりあえずちょっと目の前のこれを調べたい。なんですかこれ。何ん、いや、これ見てもこれ見てわかるか。ちょっと再生してみるか。内なる真実を見ろ。何を伝えようとしていたんだ。内なる真実、コナーの中に何かあったりするんじゃないかな。コナー自身のね、なんか自分のこうデータの中に、まあカスとか絶対ないでしょ。なんかちょっと見てみよう。ちょっとなんかない、実はみたいな、中に入ってるみたいな、なんか入ってない、なんか中に入ってんじゃないこれ。ほら、よいしょ、何ですかこれ。ジェリコはペンデルエキ周辺のどこかにある。なるほどね。変異体のメモリを調べて、エリを調べる。変異体のメモリを調べる、つまり変異体と、あれすればいいの。4分 OK、 4分。こいつ、いやこいつもう、こいつと喋れんの。ちょっとこいつにしようか。じゃあ子供を人質に取ったアンドロイドか。いやー、こいつは再起動に必要な部分。何、シャープ 4717G。おい、こいつ変異体じゃない。こいつジェリコに向かおうとしてた感じしないけどな、あんまり。所有者を殺した。はいはいはい。でも一回ね、コナーがなんだろう、なんつうの、その裏切っちゃったからね。はあ、なるほどね。こいつは再起動不能だから、こいつのパーツを、なんだっけこいつ名前思い出せねえわ、ごめん。名前4文字だった気がする。うん、
ね、わかるよ、ジョッシュとみたいなね、名前が出てこんわ、ごめんね、まとか、ま、で入ってないか、なるほどなるほど、3983が必要なのね。でこいつは3983が持ってるんですよ。だからこいつからあっちに移植するのか、4717だから再起動不能だから、まあ順番的に、どうなんだろう、二択だね。最初の人質のやつか、あのマーカスの仲間だったやつ、どっちかから聞くと。むずいな、どっちもなんか話してくれなそうじゃん。だって一瞬でヘッドショットしたやつでしょ、向こうは。でこっちはもう完全にマーカスへのそのなんかなんだろうね、その中あのなんだろう、うん、いや忠誠心がめちゃくちゃありそうな感じがするのでね、話さなそうだけど、向こうなんか知らなそうな感じがするんだよね、なんか。だからな、ちょっとでも時間もないから、本来の順番ならこいあの再起動不能のこいつを向こうにやってみたいな、で話せなかったら向こうのパーツをさらにこっちにやってみたいな感じで2体ともに聞きたいんですが、時間が間に合うのかどうか分かんないのと、1体目その聞いた後にその多分ね、向こうも多分なんだろう、聞いた後にそのなんだろう起動時間みたいなのがあってシャットダウンすると思うんですよ。その後あいつのパーツを再利用またできるのかっていう2つの懸念点があるので、これもねリスクがあるんですよね、この選択も。マジで迷うイング、嘘つくしかないのかな、こいつをなんか尋問したとして、ジェリコの場所を聞くには、実はみたいな、実はコナーはみたいな、もう変異体になっててみたいな、アンドロイドを助けたいんだみたいな、だからジェリコの場所を教えてくれみたいな、実はスパイだったよ的な、そういう役割を、でもね難しいんだよな、変異体ではあるんだけど、もう多分ねコナーは他のね変異体のやつらの味方をするのか、ハンクの味方をするのか、でもハンク自身が操作をね成功させたいのか、果たして変異体に対してもうロボットじゃないと人間だというなんだろう気持ちがあるのならっていうね。でもなんか今までの感じ的にさ、アンドロイドに対しての気持ちがどんどんハンク変わってってる感じしません？もうだってね、今まで2回ね、その見逃した部分あったじゃないですか、そのエデンクラブと前回の、なんだっけ、アダムスキーだっけみたいなやつ、その時にね見逃してとか、まあ打たなくてハンクがちょっとこう正しい選択だったのかもなっていうのを2回言ってくれてたっていうのを考えると、意外とアンドロイド側のちょっと味方なのではないかという感じがするんですよ。だからここはごめん話ばっかであれだけど、さっき言った本当の気持ちとして、なんだろう、アンドロイド側を助けたいからっていうことにしてみるとして、一番右の、やつを再起動させたいと思います。いやーマジで果たしてこれが正しいのか、これね、393合ってるよね、どうしよう違ったらこれだよね確か、戻すこともできるのか、3983を入れると見えない。あ、目が。ここ。目が。ここはどこだ。目が故障してんのかな。担当職人に助けをこう。騙すって何？騙。僕は変異体。君と同じだ。いや、騙すっていう形ではないんだけど、合ってるんだでも。ジェリコに行きたいんだ。聞いたことのない声だ。仲間じゃないな。仲間の声は覚えてるのか。ジェリコの場所は教えられない。もうほっといてくれ。おい頼むよ。メモリオスキャンって何？
そういうことできちゃう。どうするでしょ。よいしょ。あ、なになになに。あ、できた。できちゃった。騙す。担当直人演技の方が良かったのかな。いやマジでわか。オーマイガー。何、大丈夫だったの。嗅ぎ回ってるやつがいるみたいですね。くっそ。警報鳴らせ。急げ。騙すじゃなかったのかな。担当直入にっていうのは何だったんだろう。あーちょっと間違えたか。いやでも結果的に聞くことはできたのかな。これででもなんだろう、その黄色い、おー、なに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 、おっと、ジェリコの場所を突き止める、地下室を後にする、コナンはパーキンスの目をかいくぐった。何だったんだろうね。ここはジェリコの場所を突き止める以外の選択肢はなかったんじゃないかな。突き止められなかったみたいな、あったのかな。そうなった場合ここで終わってたのかね。なるほど、今までのね昔の選択肢がここに繋がってると。もしかしたらね、そのエデンクラブで青髪の方だっけ赤髪の方だっけ、どっちかをね見逃してなかったら、さっきのねアーカイブルームとやらにいたのかもしれませんしね。警察署でしたね。マジックストーン見る以外にあったぞ、ここなんか。わあ、もっと周り見ればよかったのかな。これ何だったんだろう。マジックストーンって言うんですね、あれね。知らなかった。ここ何だったんだろう。ちゃんと見ればよかった、確かに。あそこの、ね、ここのところちゃんと見てないもんな、確かに。あー、くそ、確かにってめっちゃ言ってる。口論する、ジェリコの場所が。あ、ここの時にもうジェリコの場所を知ってるパターンがあったのかな。到着する、到着しないパターンがあったの。ハンクが手を貸してくれないパターンがあったと。ハンクがパーキンスを殴る以外のなんかあったのかな。何だったんだろう。鍵を取って煽られるがあったとして、この後ですね、これもね、説得以外に気絶させるとかあったのかね。もしかしたら手刀でこう後頭部パーンみたいなあったのかもしれませんね。でも説得できてよかったんじゃないかな。でもな、なんか最後の選択肢がな、ここもね、いろいろありましたが、殺したのところも気になるね、これね。結果的に突き止めることができたけど、地図を手に入れる。何？そうね。ここ何だったんだろうな、この2つ。パーキンスに見つかるパターンかな。制限時間が足りなくなって、パーキンスに見つかるパターン、あるいは何だろうな、何かね、全然わかんねえわ。でもとりあえずちょっと固めないとだよね。それぞれの主人公を操ってるのは僕一人ですけど、それぞれに目的があるわけですから、それぞれの目的のために他の主人公たちの、なんだろう、願いというか、そのこうなってほしいっていう、なんだろうな、希望を無視する選択肢がね、選ぶ時もあるかもしれませんから。とりあえずでもコナーはね、でも不思議だったのはさ、その騙すっていう選択肢にして、僕は変異体だ、ジェリコの場所を教えてほしいっていうのは、騙してないもんね。実際に会ってるじゃん。本当のことじゃないですか。自覚がないのかな、変異体っていうのは。担当直入にっていうのも何だったのか分かんなかったしな。この後でもジェリコに行って、きっとマーカスに会いに行くんだよね、コナーは。そうなるよね、ジェリコのリーダーですからね、マーカスは。その時にどうするかですよ。ちゃんとその、なんだろう、お互いどうするか分かんねえな。でもお互いがもうね、どっちかに殺意を持っていたら非常に困りますもん僕が困りますもんだって。
でもマーカスは平和的にしたいからコナーを殺すとかはしないと思うんだよ、マーカス的にね。でコナー的にももうあのね、一番最初のあのさっきもね一番左に出てきましたけど、ヘッドショットを決め込んだというトラウマによって、まあロボットかねアンドロイドかそういう、もうトラウマとかなんないとは思うんですけどっていう、まあ設定でもうアンドロイドを殺したくないというその人間的感情が芽生えたっていう風に僕はしてるので、僕のストーリーではね。だからきっとマーカスのことも殺したくないんですね。のでまあお互いに殺したくはないという感じなので、意外と利害は一致するんじゃないかなと。事件の捜査をなんだろう進めるにあたって結果的にどうしたいのかがまだ分かんねえんだよな。ハンクとコナーがあとちょっとでね、なんか事件の真相にたどり着きそうなんだっていう風にね言っていますけど、結果的にどうしたいのか、狙いを聞きたいの。でも狙い知ってるもんね、平和的にしたいみたいな。やばい、混乱状態、プレイヤーがプレイヤーである私がゲームに本当に混乱状態にさせられている。なんだこのゲームは。ねえ、これ本当にね、本当に面白いゲームですけども、あのねコメントを見てると、プレイステーション4買いましただとか、デトロイト買いましただとか、そういうね方々がたくさんいらっしゃってね、どこまで進んでるのか、もしかしたらね終わってるかもしれませんし、同じところ同じなんだろうところまで一緒に進めてるみたいな方もねいらっしゃるかもしれませんが、ねえちょっと本当にゆっくりと真剣に決めていかないと、もやっと本当に胸くそ悪い感じで終わってしまうストーリーになり得るので、もうどんどんとゲームが進むにつれ、僕が困ってますね、そんな感じです。まあそんな感じでですね、最後の切り札、チャートが終わったわけなんですけどもですね、ね、そう事前にね言えばよかったんですが、結構ね一つのチャートで意外と時間が長かったっていうのと、あとねこれの次以降の話も、これ以上の時間を有するのであればっていうのを考えると、とてつもない、チャートの時間帯になってしまうと、ゲームのねゲーム実況の全体的な時間になってしまうと思うので、シャープ1分のね、話でチャート2つやるっていう風な話ですが、今回は、チャート1つまでに、して、このシャープを、もうわけわかんない、チャートなのかシャープなのか、シャートなのかチャープなのか、もうよくわかんないけども、まあ言いたいことわかるっしょね、察してくださいとりあえず。ね、ここら辺で終わりたいと思います。ね、ここまで見てくださってありがとうございました。以降ね、なかなか話に出てこないカーラが、このね意外とつながりそうなコナーとマーカスの話にどうやってね絡んでくるのか全く分かりませんが、ね、きっとまあねカーラがジェリコに向かう感じになるんじゃないかなと思いますけど、ごめんなさいね、今なんかちょっと何か物音がしましたけどもね、拾ったかな分かりませんがね、どうなっていくのかね、本当にもう楽しみに、待っていてほしいと、思っております。改めましてここまで見てくださってありがとうございました。また次回、ね、お待ちください。それでは。